こんにちは、おかずサラダ、いや、食事処さくらです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日のレシピは、忙しい時でもパパッと作れる水菜とツナのおかずサラダのレシピです。このおかずサラダはいろいろ味付けを試してみて、どんどんタレを引き算していった結果、シンプルだけど満足感のある、そして素材の味を 120% 楽しめるおかずサラダが完成しました。水菜を軽く火を通すことですごい食べやすくなって、おかず感もグッドアップするんでね。それに水菜1パック使い切りっていうのも嬉しいポイントなんですよ。この一品と美味しいお味噌汁、それからは漬物なんかあればもう極上の一品になりますからね。それでは水菜とツナのおかずサラダ調理スタート。まずはざっと水菜を洗うためのサラダスピナーを用意します。そうしたら今日の主役、水菜の下処理です。今日は1パックまるっと全部使い切りますよ。使い切りレシピってやっぱり嬉しいですよね。そうしたら水菜は根元を切り落とします。ここが残ってるとバラバラにならないし、ちょっと食べにくいんでね。根元を切り落としたら5センチぐらいの幅でザクザク切っちゃいましょう。水菜はさっと火を通すので長さはそこまで細かく考えなくて大丈夫なんでね、バツバツいっちゃってください。水菜って年間通して価格安定してるので食べやすいんでね、ぜひこのレシピ試してみてください。カットができた水菜はサラダスピナーに入れていきましょう。水菜の根元には結構土もついてるので、しっかり一回洗ってくださいね。でサラダスピナーでしっかり水気を切るのがポイントです。水分残ってると炒めた時ベチャってなっちゃうんでね。葉の柔らかい部分は一気にシュンって火を入れたら小さくなるので、ザクザク切っておけば OK です。これもまとめてサラダスピナーに入れていきましょう。今日まな板使うのこれだけなんでね、めっちゃ簡単に作れますよ。下処理もこれだけなんでね、とっても簡単ですよ。そうしたらここで一手間、昨日買ってきた水菜ですが、こんな感じにしなーってなってますよね。これだと食べてもちょっとくしゃっとして食感が良くないんですね。なので一度水につけて食感をシャキッとさせていきましょう。あと水につけると水菜独特のえぐみも取れるので、すっごい食べやすくなるんでね。水にさらしすぎると必要以上に栄養も流れちゃうので、5分ほどさらせば OK です。このまま置いておきますよ。それでは5分経ったので、この水気を切っていきましょう。サラダスピナーがないときはザルでも大丈夫ですが、ザルで水気切るのちょっと大変なんでね、一家に一台サラダスピナーはおすすめです。ここでしっかり水菜の水気を切っておかないと、炒めた時ベチャって水分出ちゃうんでね、サラダスピナーを使ってしっかり水気を切っておきましょう。サラダスピナーは一回り大きいやつの方が絶対使いやすいです。これがパンパンに入ってるとうまく水気が切れないので、ちょっと場所取るんですけど、一回り大きいぐらいが使いやすいのでおすすめですよ。そうしたら見てください、さっきしなーってしてた水菜がシャキーンと復活してるの、これ伝わりますか？野菜は味と同じぐらい食感も大事なので、この一手間が美味しくなる秘訣なんですよ。ぜひ水にさらしたやつ一本食べてみてください。えぐみも取れてシャキッとしてとっても美味しいんでね。それでは準備ができましたので、早速調理していきます。炒める前に最後に和えるためのちょっとだけ大きめのボウルを用意しておきます。本当に炒めるのは一瞬だけなので、調味料や油など最初に準備しておいてください。ボウルもですね、探してる間にどんどん火が入っていっちゃうので、最初に準備しておくのが失敗しないポイントです。使うのはまずは塩ですね。それと味パンダ、これは代用はないので、使わない方はそのまま省いちゃって大丈夫です。あとは炒めるための油を準備して調理スタートしていきます。炒めるところちょっとコツがあるのでゆっくりいきます。もし不要だなと思ったら下のシークバーで次に進んじゃってください。それではフライパンを弱めの中火にかけて温めていきます。今日使うのは菜箸とシリコンスプーンを2本、これは大小でもいいですし、ヘラとスプーンの組み合わせでも OK です。水菜たっぷりだとフライパン触れないんでね、混ぜやすいよう2本使うのがベストです。そうしたらここに油を引いて、この油はしっかりと熱々になるまで温めていきましょう。油をしっかり温めて、熱々になった油を水菜全体にさっと絡めるイメージですね。その方が一瞬で火が入るんでね。一つまみの塩を入れるとき、手に水分ついてると塩固まっちゃうので、水菜を入れるときは菜箸とかシリコンスプーンとかそういうのを使ってこの中に入れてください。これぐらいしっかり熱々になればスルスルって動くので、表面触ってみて、あったかいな、熱いなぐらいだったら OK です。それでは一瞬なんでね、一緒に行きましょう。まずは水菜を全部フライパンの中に入れちゃってください。ここ下から火が入ってくるので、なるべく手早くですね。炒め加減も伝わりやすいようなるべくノーカットでいきますので、一緒に頑張りましょうね。
そしたら最初にしっかり混ぜてください。で、もそもそしてるんですけど、これ26センチのフライパンでこれぐらいなんで、もしフライパン振るのが難しいなっていう時はシリコンスプーン2本使ってもらって混ぜてもらえば大丈夫です。油を全体に絡めるイメージですね。さっと油が絡んだところに塩ひとつまみと味パンダを4振りぐらいで、またさっと混ぜてください。あとはもう混ぜるだけで OK ですね。これぐらい傘が半分ぐらいになればもうバッチリです。そしたら先ほどのボウルに全部入れていきましょう。これ以上炒めるとどんどんベチャっとしてきちゃうので、葉がしんなりして傘が半分ぐらいになればもう大丈夫なんでね。フライパンに乗せたままだとフライパンの余熱でどんどん火が入ってくるので、炒めたらすぐにボウルに移してください。なので最初に移せるようボウルを出しておく必要があるんです。そうしたらここにツナ缶を1缶。ツナは炒めると魚の風味が際立つので、今回みたいな素材の味を生かしたいシンプルな時は炒めない方が美味しいです。それからアクセントに黒胡椒をゴリゴリゴゴリゴリですねこれを混ぜすぎないようさっと混ぜてください。水菜にもツナにも味がついているので、これ以上の味付けは不要です。ここであんまり混ぜすぎないのもポイントです。混ぜすぎるとツナから水分が出ちゃってツナパサッとしてきちゃうんでね。あと全体ビチャってなっちゃうんで、さっと和えるぐらいで十分です。これぐらいが素材の味を 120% 楽しめる最高のおつまみになるんでね。盛り付ける前に必ず一口味見をしてみてください。もうちょっと味濃くしたいときは醤油ではなく麺つゆをちょこっとだけ垂らすのがおすすめです。うまっ。これでシンプルだけどやみつきになる水菜とおかずサラダの完成です。野菜もりもり食べたい、そんな時にぴったりの一品なんでね、ぜひ試してみてください。それでは盛り付けていきます。今日のポイントは一度水にさらしてえぐみを抜きつつ食感を良くすること。炒め加減は温めるぐらいの感覚でべちゃっとさせないことです。副菜にもおつまみにもこれぐらいシンプルな味付けなので、パンの食べ合わせのサラダとしてはもちろん大丈夫です。万能の水菜サラダ、どうぞ召し上がれ。それではいただきます。さっと炒めただけなので、うん、食感もシャキシャキでとっても美味しいです、うん、うまっ。水菜をさっと炒めることですっごい食べやすくなって、ツナが入るとおかず感も出るのでパッと作れる一品にぴったりです。私はもう和食大好きなので、こんな一品あれば美味しいお味噌汁と、あとご飯が進む主役になるお漬物、これだけでもう十分なんですよね。ちなみに今日のお漬物は私の大好きな奈良漬けです。これ編集してて思ったんですけど、普通に飯食ってますよねこれ味噌汁飲んで、あ、ちょっとペロッとしましたね。お湯バレですねこれすいません。奈良漬けいってますねこれ。それで食べるご飯がもう最高なんですよね。ちなみにタンパク質とかもう少し欲しいなっていう時は、味噌汁の具を油揚げにしたり、冷ややっこや納豆、ゆで卵なんかで普段は調節することが多いですね。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。これだけでパッと作れる立派なおかずになります。例えばお菓子、お刺身だけとか、ああいう時にこれ作ってあげると立派な一品になりますからね。ぜひ試してみてください。バイバーイ。